報道特集は TBS テレビ系列で2010年4月3日から毎週土曜日の17時30分18時50分に生放送されている大型のニュース、報道ドキュメンタリー番組である。リアルタイム字幕放送。略称は報特。2008年4月5日から2010年3月27日までは報道特集NEXTの番組タイトルで放送した。1980年10月4日から2008年3月30日まで放送された JNN 報道特集が前身母体番組で特集取材が番組の核となる。合わせて2008年3月29日で打ち切った土曜夕方のニュース番組 JNN イブニングニュースを引き継ぎ、新たにその日のニューススポーツニュース、ところによってローカルニュースを放送する。特集の内容によっては、関東地方以外で起きた出来事であっても、当該地域のJNN系列局ではなく、TBS テレビが制作、取材を直接行う場合がある。2008年春の改編で、週末17時18時台の枠再編に伴って、誕生。2008年2月27日に、番組名を、報道特集ネクストであると発表した。これまでの日曜日から土曜日へ移り、JNN 報道特集から、報道特集ネクストに改題。その日のニューススポーツニュースも放送し、放送時間は26分拡大した。この改編に伴い、毎日放送制作の土曜18時アニメ枠は、日曜17時へ移動した。およそ4分間のローカル枠を設定し、系列局によっては同枠で、ローカルニュースを放送。リアルタイム字幕放送を実施したが、2008年6月28日までは、全国ニュースとスポーツのみで実施。なお、母体となる、JNN 報道特集時代では、リアルタイム字幕放送を実施していなかった。JNN 報道特集開始から30年目にあたる2010年4月3日に、番組名を、報道特集へと再度改題し、音声モード、モノラル放送からステレオ放送に変更から、ステレオ放送に変更。この時点でキャスターは、全員続投。JNN 報道特集放送開始から30周年という記念すべき節目の年を迎えるのを機に、番組のさらなるリニューアルを図るため、2010年9月25日の、放送をもって16年間総合司会を務めたフリーアナウンサーの田丸美鈴が勇退。翌週の10月2日からは報道局社会部記者 JNN モスクワ支局特派員から支局長、筑紫哲也ニュース23編集長、JNN ワシントン支局長、TBS アメリカ総局長を歴任し、長年の国際報道に携わった。金平茂樹と TBS 元アナウンサーで、報道局政治部や JNN 北京支局長、報道局外信部デスクの地の JNN ソウル支局長などを歴任した日下部正樹の2名が就任。男性が総合司会を務めるのは JNN 報道特集から数えると、領事直也の退任以来13年8ヶ月ぶり。総合司会交代に合わせて、番組ロゴも放送開始当時のタイトルロゴに変更。タイトルロゴの下には、JNN の正式名称、ジャパンニュースネットワークが並べられ、テーマ曲や、スタジオセットなども変更される。ニュースコーナーの項目テロップ右下部に、JNN ニュースのロゴが加えられたが、通常の JNN ニュースのものとは異なったデザインや、書体のテロップを使用。民放連は2010年5月14日発表の青少年に見てもらいたい番組に選定した。2011年8月20日放送をもって、久保田智子が降板し、9月3日より竹内かなえが加入。これを機に、日下部がニュースコーナーも担当。これと合わせる形で、Facebook や Twitter のアカウントを新たに開設したり、番組ホームページやテーマ曲スタジオセット、テロップのデザインなどもリニューアルされた。番組ロゴもそれまでのグレー系から青系へと変わり、アクセントとしてオレンジ色のラインが入り、画面左上に番組ロゴが常時表示されるようになった。
2012年9月30日で、竹内の TBS テレビ退社に伴い、後任として、これまで、スポーツ担当であった岡村が横滑り。岡村が担当したスポーツの後任として、佐藤なぎさが、新たに加わった。2014年10月4日より、岡村ひとみに代わり、小林優が、ニュースキャスターの後任として加わった。2015年4月4日より、それまで18時47分50秒までの放送だったのが、18時50分まで放送し、直後の各局別ミニ番組へ、CM なしで接続、そして土曜19時枠番組へのジャンクションは、ミニ番組終了直後の18時51分50秒に変更した。2016年4月2日から、ニュース23のメインキャスターであった、前場貴子が加入した。キンピラとの上下関係は、ニュース23での共演時代と異なり、前場が上位となる。これと同時に、テロップのデザインや、スタジオセットテーマ曲が、マイナーチェンジされた。2021年3月6日から、皆川玲奈がキャスターとして新たに加入し、大幅リニューアル。草壁は、フィールドキャスターに回り、皆川に、潜在写真のポジションを譲るなど一歩引いた形で、番組には続投。番組ロゴや、スタジオセットも一新、ニューススポーツコーナーにそれぞれ、報徳ニュース、報徳スポーツのタイトルが与えられたほか、タイトルロゴや、番組テーマ曲も、エメの、ワンに変更された。使用書体も、TBS 全体のコーポレートフォントであるアクシスに、統一。同時に、TBS テレビや一部系列局では、報徳ニュースのコーナーにて時刻表示を開始。TBS ニュースでは2日遅れの月曜日23時から23時45分頃に18時台の特集パートを編集した上で再放送している。丸印は TBS アナウンサー。2010年9月まで2010年10月から2011年8月まで2011年9月から2012年9月まで2012年10月から2016年3月まで2016年4月から2021年2月まで2021年3月から番組開始当初、上記のキャスター以外にゲストコメンテーター的な役割として毎週一人が出演していた。しかし、2008年8月2日以降は直言キャスターは出演しておらず、同年11月8日に特集コーナーで、重松清が出演したのみである。直言キャスターは特集コーナーで取材を行うことがあった。また、ニュースコーナーでは直言キャスターがコメントをつけていたが、ここで話した内容を、田丸は今日の直言と称した。編集長。吉田豊書きはいずれも2010年10月のリニューアル、以前に放送されたコーナー。NEXT のコーナーシリーズ、命本番組も、母体の JNN 報道特集や夕方のニュースである JNN イブニングニュースと同じく JNN の番組であり、仮タイトルの段階では JNN を冠していたが、正式タイトルに JNN は付けられなかった。ところが、ニュースコーナーなどでの JNN の取材でというコメントや上述の通り番組ロゴやニュースコーナー用のテロップにジャパンニュースネットワークや JNN ニュースといった表記が加えられ JNN 排他協定適用の番組である。また、セット広報にジャパンニュースネットワークと表記されスタッフロールの最後に制作協力 JNN 各社と表示されている。緊急ニュースがあった場合、当番組は TBS ニュース及び BSTBS でも一部、または全編サイマル放送されることがあるほか、上記の通り、ローカル枠以外のほぼ全編でそのニュースを伝え、場合によっては、時間を前倒しして、放送を開始する。ただし、時間を拡大した場合でも JNN 排他協定の適用は17時30分からのため、通常枠のみ放送する地域もある。また、本番組の放送時間に JNN 報道特別番組が編成される場合、本番組の出演者が報道特番を担当する。特別編成時の対応上述以外の特番などによる放送休止、放送時間変更は
以下の通り。金ピラが使用しているクリップボードは、筑紫哲也が使用していたものの形見分けであることを、北海道放送で放映されたローカル番組、中村義彦の無頼砲弾で語っている。TV ガイド1985年9月20日号で、佐世実により特集されている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます報道特集 NEXT に関するカテゴリー。ありがとうございます。